はい、じゃあ私も Facebook ライブをスタートさせてください。私はスタートするものがないので。はい、<laughs> 今日は大丈夫です。こちは,はい。こっちの音大丈夫ですよね。ちょっと後ろの方にモニター入ってるんですけど、はい、大丈夫ですね。うん、大丈夫です。はい。 はい。はい、お願いします。お願いします。コンビニ社労士、安佐役のウィークリーコンビニラジオ。皆さん、こんばんは。 ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日は5月5日、なんと子供の日、ゴールデンウィークも後半に差し掛かってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も FM 技能ンの生放送でお届けをしております。またツイキャス、YouTube ライブ、そして私の Facebook ライブでもお届けをしております。ツイキャス、そして YouTube、それから Facebook ライブは画像、 ありりででおおお届けをしておりますのでぜひ皆様コメントなどをお寄せくださいさてさて皆様5月5日ですね、本当にこのゴールデンウィークも後半になりましたけど、今日2時ごろ、お昼の2時ごろに、えー、と石川県の珠洲市ですね、能登地方の方で大きな地震がありましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか、あの被害がやっぱり出ているということもあり、被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。 えまた結構広範囲で揺れたということもありまして、まあ、この後の余震も非常にあの怖い、まあ、心配なところではありますので、皆様どうぞお気をつけてお過ごしくださいね。まあ、この時間は無事に56分までお届けできることを楽しみにし今日もゲストの方をお迎えしながらですね、楽しくやっていきたいと思います。今日のゲストの方はなかなかすごい方がいらっしゃってますので、皆さん楽しみになさっててくださいね。 えー、今日のですね、またツイキャスでコメントたくさん来てますので、まずそちらをご紹介してから、今日のゲストの方をご紹介してまいりましょう。まず、高坊さん、安さん、こんばんは。今日は石川県で震度6強の地震発生そうでしたね。あ、2名意識不明でしたが、うち1名が落命しましたということで、その後も余震が続いているようです。いや、本当にあの命を落とされた方をね、とても、あの、何でしたっけね、あの、はしごに登られてたっていう方でしたでしょうかね。うん、で本当にあの 大きな地震だったと思いますあの。本当に被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。まあ、東京も、あと、今日のゲストの方が滋賀の大津からですねあの、入ってらっしゃるんですけども、本当、あの、広範囲で揺れたみたいで、ねえ、皆さん本当に気をつけてお過ごしください。えー、それから埼玉の郷さん、ちら、ザ、初見ということで、ありがとうございます。お名前はね、拝見してますよ。いつもありがとうございます。えー、カープボーイさん、さやかちゃんゲストさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークですね。 なんか内地の方の高速道路で40キロとか50キロの大渋滞が起きているって話聞いたんだけど、俺、沖縄の高速道路は埋まるくらいの距離のような気がする。そう、あのね、昨日 <laughs> ちょうどあ私、白馬にいたんです、長野県の白馬村に行って、そこから東京に戻るタイミングで、その大渋滞に巻き込まれたうちの一人でございます。いやーあのほん 本当に通常の渋滞だけではなくて、なんと4件の事故が発生したということで、大渋滞になりまして、40キロ、50キロぐらい、まあ、おそらく10分ぐらいで通過できる地域を、地域といいますか、地点を、何時間かかった、2時間ぐらいかかったんじゃないかなっていうぐらいの大渋滞に巻き込まれて、えー、11時台に家に戻れるかと思いきや、戻ってきたのがなんと2時過ぎ、夜中の2時過ぎでございました。 いや、本当にね、あの、大渋滞に荒れた皆様も本当にお疲れ様でした。本、あ、当、のー、それ以上の事故が起こらないことを、この後のゴールデンウィーク、最後まで、えー、起こらないことを祈っております。えー、そして、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。っていうことで、名古屋も揺れましたということなんですけどもね、本当、後輩にわたって今日の地震はね、揺れてましたよね。えー、毎週火曜日の夜10時、旧名古屋のパーソナリティいらっしゃいます。名古屋のダンサーズさん、いつもありがとうございます。 えー、カープボーイさん、今沖縄は気温24度で湿度93%。いつもだったらそろそろ梅雨入りだけど、今年はどうだろうどうなんでしょう湿度がね、いつもカープボーイさんのおかげでわかるんですけど、結構湿度高めの印象はあるのでね、もしかしたらそろそろ梅雨入りになるかなどうかな、えー、ヤンポーさん、せやかさん、ゲストさん、こんばんは。ということで、えー、いただいております。ありがとうございます。あ、また、みそにこみすきーさん、こんばんは。名古屋気持ち悪い横揺れでした。小さくても地震怖い。本当にそうですね。 最近あんまり大きな地震なかったと思うんですけども、えー、久々の大きな地震だったということもありましてね、皆さん非常にあの怖い思いをされたんじゃないかなと思います。高野さんもね、今 NHK ニュースやってますが、主婦のヘルメットの被り方、まっすぐヘルメット被ってないし、あ、なるほど。紐もゆるゆるでしたね。あれじゃ、頭部は保護できませんね。ということで、あのもしヘルメットを被られる皆さんはね、正しく着用してください。ということで、今日のコンビニラジオも、えー、ゲストの方をお迎えしております。今日のゲストの方、なんとすごいですよ。 他の F.M. 局の局長さんでいらっしゃいます。えー、本日のゲストは F.M. オーツの代表取締役古田誠さんです。古田さん、こんばんは。あ、こんばんは。もうね、いつこっち呼んでもらえるのかと思って、もう最後まであの呼ばれないまま、そのままあのヤスさんだけのお話で終わるのかなと思いながら、それもないです <laughs> それもま。またいいなと思って。先週のあの赤沼さんほどあのパワーはありませんが。<laughs> <laughs> えー、出力をそうですねいつもの、えー、倍ぐらいの気持ちで気持ちだけね <laughs> あのやっていこう思い <laughs> 気持ちだけはいも気持ちが大事はい <laughs>、えー、で <laughs> やっていこうと思いますはい FMO2 の古田誠でございます、えー、皆さんよろしくお願いしますお願いします今日はラジオの大先輩でいらっしゃいます古田さんが ゲストとして登場してくださっております。はい。あの本当にお待たせいたしました。えーえー、さんの方がですね、いつも番組開始とともにコメントをくださるので、コメントをください。今日ははい、もうこのコメントを読みまくりながら進めていくというスタイルで56分お届けするんですけども、えー、はい。あの今日はどちらからのご参加ですか、ふるたさん。僕にありますよう、ね、に。FM オズのスタジオの一角から。ああ<ー>。はい。 本当のラジオ局の、あれですね、風景かはい。はい、リアル背景で。はい。そんな感じですよ。スタジオから参加してくださっています。ありがとうございます。はい、はい。えっ、ー、と、高帆さんは滋賀県ですかって。そうです。そうです。はい。 滋賀ですね古田さん、さっきね、放送前に少しお話をしていたんですが、はい、もうあの本当に綺麗なですね、標準語をお話になるんですよ。まあ、きれなっていうのも変なんですけど、綺麗い,いな。きれ,きれ<笑><笑>今日は出力2倍ですね <laughs>、はい、申し訳ございません。はいえ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 、すごく、なんというか、はい、標準語を操っていらっしゃるなんていう話っ<る> <laughs> 手品さんみたいですね。はい はい、手品師さん、古田さんなんですけど、もう元からこの話なんです、はい、話し方なんですってお話をしてください。う申し訳ございません。いやいや、まる話ではないんですけど、やっぱりそれは、そのラジオという、まあ、仕事をしていらっしゃるからこその、な,なんというか、な,なんというか、形なのかな、なんて思ったんですけどもね。いや、これがですね、話せば長いことながら、短く10秒で言いますと、あの、 小学校ぐらいからですねずっとテレビラジオが大好きでずっと聴いていて、うん、あの真似をしていたりなんかしてるうちにこんなふうになってしまったということですすごい真似だったんですね真似だったんです真似の結果真似の結果こんな感じになりましたすごーいいや私もともと愛媛県の生まれということもあって愛媛県で伊予弁っていう方言がねあるんですよはい、はい で、それを、やっぱ周りの親も含めて、周りが話していると、それで育っていくじゃないですか。ああ私も、ラジオは昔から聞いてて、本当に好きな媒体の一つだったんですけど、なかなかそこでな、なんていうんですかね、その、標準語、その、なんか、放送、テレビとか、ラジオとかで流れてくる、うん、あのニュースを読むような、あの標準語で育つ。 っていうことでは私はなかったので、おすごいなって思ってですね。どちらのラジオをお気になってましたでしょうかね。それにやるかもわかりません、ねはい。ああそっか。それで言うと、まあ一番は F.M. 城へいめっていう <laughs> <laughs>。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。<laughs> でしたね。<laughs> はい。でもその時は、まあ、はい。F.M. 東京 F.M. とかそういうななんでしょう。わかりやすい有名なラジオ曲。はいはい はい、以外に、たくさんの曲があるって知らなくて。<ー>はい。しかもその、いわゆるコミュニティフェームと呼ばれ、はいわゆるエノもそうですけど、はい、そういうラジオ曲がたくさんあるっていうことも、全く知らなかったんですよ。ええ<ー>。うん。だから、すごい今思うのは、世の中に、というか日本に、 たくさんの F. M. 曲があるんだなぁと思って。たくさんあるんですよ。お、どれぐらいあるんだろうって。だって、まず、えっと、なん,ていうんですかね、あの、全国に。うん、えー、四十七都道府県でしたっけ?。時々、私間違って50何、五十何人、五十都道府県って、それ違うだろう。<laughs> いつ増えてんだみたいな話あります。47都道府県ありますので、大体1都道府県に1つないし2つぐらい局があると。単純に考えると、まあ、えっと、民間放送連盟というね、民いわゆる民放と呼ばれる放送局の方の、えー、そうですね、AM ラジオ、FM ラジオの方は100社以上はやっぱりあるんですよね。 そこに持ってきて、うん、なおかつこのコミュニティ FM、えー、FM 技能ンさんとか、FM ーツとか、FM ーツとか、<laughs> ごめんなさい、もう2回、2回まで。はいはい、大事なことなので、はい。大事なことは2回言います。FM ーツあ、3回目、えー、など、全部で340社ぐらい全国にあるんですね。すごい。すごいですよ。340? はい。 その中で今日は皆さん FM ギノワさんをお聞きいただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> いやーすごい、なんかもうこの今の数分だけでラジオの、はい、なんでしょう、全体感が見えてきたなと思っていてですね、いや、あの、今日のた、聞いてくださってる方、もうすでにたくさんコメントが来てるんですけど、 ラジオが大好きな方がやっぱり多いので、まあ、いろんな媒体で FM 議論版の場合は、ツイキャスライブとか、YouTube ライブとか、まあ、Facebook、Facebook ライブは私のあれですけど、自己満足みたいなところもあるんですけど、あとはそのリスンラジオと呼ばれるラジオアプリ。FMO さんだとまた違うアプリを使われてますよね。そうですね。はい。いろんなところで、そのラジオの音声とか動画が楽しめるわけですけど、本当に皆さんラジオがお好きな方が多いので、 今日めちゃめちゃ興奮されてるんじゃないかなって気がするんですよ。なんでちょっとコメント読んでいいですかはい、どうぞ。ありがとうございます。その後ね、ぜひあの f m ーツの宣伝も兼ねて、ちょっと古田さんを常、え、に、ー、<伝>していきたいと思います。<laughs> で今日は古田さん、<え>ラジオの可能性をいろいろ聞いてみたいなと、あの、お話ししてみたいなと思ってまして。<え>はい。えー、まず、 だから、FM ノワンは大丈夫大丈夫,夫 <laughs> ?FM ビタンと FM コーザと FM ヤンバルの局長さんが対談したことあったはずよと。確か24時間ラジオの月だったっけなと。あ、なるほどね。ノワンは割と、あのリ、自由ということで、うん、もう他のこういう局の局長さんが出られても全然 OK っていう大丈夫ってい意味ですね。うん、え、それから高保さんが古田さん、こんばんは。こんばんは。<laughs> そしてカーブボーイさん、滋賀県といえば京都の人に、え バカにされて琵琶湖の水止めるよってやつでしたっけよく聞くのはって <laughs> <laughs> そうですあのー、京都や、えー、大阪の人たちがですね、えー、滋賀県人を小バカにすると私たちは、えー、琵琶湖の線を止めることはできます、はああそう、はい、そうするとその大阪とか京都とかの水が止まっちゃう止まりますあ それは怖い平阪神の人たちは飲み水に困るということになりますははい。はい。滋賀県人は水が溢れて困るということになりますが <laughs> そうですね使い切れないでしょうね <laughs> すごいそれだけの威力を持っているというカーブボイさんいろいろご存知ですね,ですねさあえ高保さんから質問が来ております<う> FM オーツは電波はどの辺をカバーされているのでしょうかということなのぜひ FM オーツさんの宣伝も兼ねて お話ししてくださいそれではこんなこともあるかと思ってハートを用意してあラジオの皆さん聞こえませんねあ見えませんねすいません <laughs> これあの琵琶湖ですこちらの方あこっちか琵琶湖青いところあこれね、はい、これ琵琶湖です、はい、琵琶湖の、えー、南の方ですね大津市っていうのは南から西の方にかけてずっとあの あります地域でございましてそこに大体、えー、いい南北に50キロぐらい、うん、50キロですよ結構すごいどうかしてると思いません50キロ後半 <laughs> <い>50キロというとちなみに大阪 <laughs> 京都が50キロです、えー、だから2つの <laughs> 大都市を結ぶぐらいの距離を、えー、大津市だけがですね独占しているということになります そのうちのここは34万人の方々がお住まいになってるんですが、大津市内の中心部から70%、大体いい22万人ぐらいの方々がラジオをスイッチポンって押すとですね、聞こえるような状態になってます。すごい。じゃあ結構、例えば車で移動する方とかは、ラジオ聞こうってなったら、FM 大津の番組が バーンとこう流れてくる感じで、ちょっとねうち出力は弱いのでちょっとふわふわって入ってくると、<laughs> <laughs> バーンとあの入りたいところなんですけどね、あの <laughs> ふわふわってやっぱり入ってきます。ふわふわすごい気になる。はい、<laughs> <laughs> めちゃめちゃ広範囲なんですね。すごいな。 なるほど。ありがとうございます。はい、えー。それから、みそにこみすきーさん。<あ> FM、はい。FM 技能版に FM 大津の局長さんが出るというすごいことでありますね。滋賀県は私の父の出身地と。おお。そうなんですね。はい。みそにさんはね、まあ,あの、味噌煮込みうどんのみそ煮込みさん。<laughs> みそにこみすきーさん。みそにこみすきーさんです。みそにこみすきーさん。はいはい。 みそ肉大好きです。はい。あじゃあ、きっと仲良くなれます。<laughs> ます FM 祈のワンの番組、数ある、まあ、いろんなこう番組がある中で、<laughs> えー、私が一番濃ゆくお付き合いをさせていただいているのが、その火曜日の夜10時からの、えー、今30分でこう番組やってらっしゃるんですけど、旧名古屋っていう番組がありまして、きゅう名古屋。はい、古屋 FM 祈のワンの地面が旧名っていう場所なんですよ。 おはい「喜ぶに友の名前」と書いて「喜なんですけどそれとこの彼ら彼女たちの名古屋の地域からそのギノワンの電波に乗っけて番組をやってらっしゃるということで「喜名古屋」という名古屋うまいこと言ってますね,ねすごいですよね、はい、まあその前にあるあの番組名をインスパイアされてえっ、ー、と き名古屋っていう5文字の番組名にされたそうなんですけど、<ー>非常に覚えやすいので、もうすごい人気の番組なんですよ。うんうん、で、こうやって、あのまあ、彼らその、もうすごくラジオが好きな方で,で、私の番組も定期的に聞いてくださっていると。あり,ありがたい。本当にありがたい。<laughs> というのが、えー、みそにさんのでした。<laughs> <laughs> それからカーブボーイさん、コミュニティ FM が地元の言葉が飛び交っている方が面白いような気がする。まあ、確かに FM 機動はね、結構やっぱ沖縄のパーソナリティさん多いんで、なんかその沖縄のこう言葉を聞くとすごいほっこりするっていうか、FM 大津さんはどうなんですか結構やっぱりそ。私以外の方々はみんな、こちらの関西弁大津 <laughs> 弁を喋ってます。<笑><笑><笑>じゃやっぱりその地域に根ざした感じで、 番組が進行していくんです、ね、そうですすねねそうパーソナリティさんってどれぐらいいらっしゃるんですかちなみにえっとですね、えー、ピーク時からいくと今2三3 0人ぐらいの人たちが、えー、出入りしてくださってますわすごい。皆さんはもうやっぱスタジオにお越しになれる距離にいらっしゃる方が中心ですか もっと遠いところの方もいらっしゃるんですけど、それは。<お>まあ、ちょっとレアケースでしょうか。ああはい。じゃ、大半の方は、あの、こう、スタジオに来られて、皆さんお話になると。そうですね。うん。今の方とかいらっしゃいます、ね。ほど、すごいですね。<laughs> まあ、古田さんが、本当に、あの、全国的に、実は。まあ、人脈といいますか。あの、人のね、関係性をお持ちの方なので。 本当におそらくいろんな地域の方がパーソナリティとして、あるいは CM を出す形でね、関わられているのかな,なんと思いますけどね。やっぱそのコミュニティ FM の面白さって、そういういろんな地域の方との交流だったりとか、あと、あれやっぱりあのパーソナリティさん同士の交流も盛んだったりしますかそうですね。なんか、あの、特にやっぱり、 そういうい同機会みたいなね同じ年にあのはスタートした人同士とか,なんかそういう交流があったりあるいはなんていうんですかねアナウンスメントの、えー、教室に一緒に通っていたお友達同士とか、えー、そういう方もいらっしゃるんでね面白い、うん、結構いろんな部門で皆さん仲良くされてるんだなと感心してます。 なんか仕掛けてるっていうよりはもう本当にパーソナリティの方同士でどんどんご縁をつないでいかれてるそんな感じですかねあの今、儀能湾さんのラジオを聞かれてる皆さんと同様でですねいろんなところから皆さん10人やっぱりお聞きになっててただ単に聴いてるだけじゃなくて積極的にえミソニコミンスキーさんあ違うか <laughs> <あ> <laughs> のようにどんどんこうあ番組に登場ね えー、メッセージをくださったりということでもいらっしゃるので、もうあちこちに、大津に限らず、うんえー、日本全国にいらっしゃるのそこはやっぱりちょっと心強いところですね。そうですよね。やっぱなんかその地域の方とは言っても、地域の方が基本的に聞くとは言っても、うん、やっぱその見えないリスナーというか、まあ、ちょっと他にもあのリスナーさんの獲得についてのご質問が来ているので、後でご紹介しますが、うん、そのリスナーさんって、 まあ物を言わぬ方がほとんどだと思うんですよ、ラジオだと。うん。法的というか。まあ、こういうライブアプリとかを使うと、双方向のコミュニケーションが取れると思うんですけど、うん、そうじゃない場合とか、あるいは収録で流すような場合とかだと、リスナーさんがどれぐらいいるかって、その、なんでしょうね。まあ、ナショ曲はある程度把握できるかもしれないんですけど、 パーソナリティ側からするとそこまで分からなかったりするので、うんうん、なんかそういう、なんでしょうね、うリスナーさんでも多くのそれぞれの地域から聞かれているっていうのが分かるっていうのは、確かに古田さんのおっしゃる通り、心強い,い、ね。心強いです。思うえなしだなと。もうこれ私がそもそも小学校とか中学校時代に聞いていたラジオのあり方と、 今のラジオのあり方って随分変わってるっていうとか、そういうところかなってやっぱ思いますよね。はい、双方向でメッセージのやりとりだけじゃなくて、すぐに突っ込んできてお話ししたりっていうことはね、うん、ええー、そこ面白いと思いますけどね。いや、本当そうですよね。私も、本当にちっちゃい時のラジオって、例えばなんか電話で、そのリクエスト、リクエスト曲を送れる<ー>いや、なんか番組が。 やってました、やってました。うん、うなんかあの、まあ、地元の局のラジオ番組を聞いてて、で、時間になったらめっちゃ電話かけるんですよ。わかります。<laughs> それでかかったら、わあ、やったーみたいな。で、そのラジオ局さんのスタッフさんから、なんかリクエストありますかって言われて、あ,あ、ここ、こういう、こういう曲かけてくださいとかって言ってで、それが流れるとめちゃめちゃ嬉しい、ね。だから 一リスナーがその番組に関われる方法って、昔はそうやって電話で一生懸命かけてつながれば、うん、ああ、やった、ちょっと関われただし、うん、そのラジオ局が企画したイベントに参加をすることで、初めてパーソナリティの方と関われるとか、そういうのが結構、まあ、限定されてたというか。そうですね。うん、ただ、私、今、やすさんがおっしゃったこと、全部参加してます。すごい <laughs> <laughs> そうなんですねリクエスト電話は、ね、もう思いっきりかけてましたしなつながるコツみたいなものを自分で編み出したりなんかしてねあのつ,なつながったらわあ嬉しいじゃなくてお疲れ様ですみたいなことを言ってですす、ね、<laughs> <laughs> ちょっとロード感を出す、ねはい,い,やいやアルバイトの方が一生懸命あの受けてくださってほいではい、リクエストは何とかってこう聞いて。 聞いててくださって、えー、誰かにこの曲プレゼントしたい人いますかみたいにして、はい、あ,<ー>あの、なになにちゃんによろしくお願いしますとかってこうね、ねお願いしたりしてねで、それをそのまま読み上げていただいたりなんかするとね、とってももう嬉しくて。あいいですね、素敵そうそう、なんか、誰々ちゃんにそのお祝いの歌を伝えられて、ねあ,はい、ありましたね。そううありました。あすごい。すごいあとは、ラジオの公開録音。 とか関西でしたらね、毎日放送という放送局がございまして、n b s の、えー、そこのスタジオに行って、ですね僕はあの中学校2年生の時に友達と一緒に、えー、学校が終わったら、もう3時に終わったらすぐにわーっと電車乗って、はい、大阪・吹田の千里のね、はいえー、スタジオまで行ったことありますよ。へ、えー、すごい。やっぱり お話をこう聞いててくださって自分が喋った声が、夜中になったら聞こえてくるっていうこの不思議さ。ああ。確かに。もうね、やっぱりラジオ、ラブになりますよ。<laughs> そうですよね、なんか、そういうちょっとしたきっかけで、番組の何かに関われるだけで、一気にその番組への愛着が湧くというか。で、そこから。 その本当にファンになってくださるというか。ファンになりますね。うん。同じ毎日放送の番組でですね、さっきのヤングタウンという番組です、ね。おお<ー>、<laughs> ヤングタウンの次のチャチャヤングっていう番組でですね、はい、あの5つの赤い風船っていうね、えー、バンドの西岡隆さんが、あのリーダーが番組をやってらして、この方が10分間時間あげるから自由にラジオの前で喋ってって言ってですね、 その当時、夜中に行くわけにいかないので、電話でつないでくださって、真夜中の午前2時ぐらいに家の中でワーワー言いながら、ハ<あ>ワイで10分間、あの、放送したということあります。すごーい。なんか夜中のテンションも相まって、ものすごい、なんか興奮しながら喋る10分間になりそうだなと思って。もう、大興奮状態で。<laughs> ですよね。 終わったら、はは言ってました。はい。<laughs> <laughs> 興奮冷めやられるので、その後寝られたのかなって心配もあります。寝られませんでしたね、本当に。ですよね。朝、学校眠たそうに行ったら、昨日聞いてたよってね。お<ー>これですよ、これ。嬉しい。この一言でもう、あのー、死んでもいいと思いました。死に <laughs> ませんでしたけどね。はい、いや、死なないでください。<laughs> ありがとうございます。 めちゃめちゃ面白いな。えっ、ー、と、コメントたくさん来てるので、またちょっと読んでいきます。はい、ダンサーズさん、大津はよく行ってますよって、ー,ピーホテルに宿泊しますよー。<laughs> ピーホテルピーホテルピーの名の付くホテルがある。まあ、ピーホテルあります。あ、じゃあそこですね、<い>きっと。ピリ,リンスホテルかなはい。<laughs> はい、ほとんど現れましたけどもね。はい いいとこのホテルですねですタさん古田さんを画面越して拝見すると三國連太郎さんにも見えますね。うん、あ、なんか分かるけど。あ,あと、眼鏡がね、あっ違うか。<laughs> いやいや、なんか全体的な雰囲気じゃないでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。三國連太郎さん、ね、<laughs> 結構お年の方だな。はい、はい。<laughs> 実際は、あの、もっとお若い方です。カープボーイさん。あ、いえいえいえ。<laughs> 古田さんがですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。カープボーイさん。<っ>沖縄のラジオ局で謝罪がローカルに徹底をっていうので、標準語とかもあんまり気にしないラジオ局がありますよ。なるほど。うんうん。ダンサーさん。滋賀県でメディアがお好きでしたら、つぼえつぼいのりおはよくご存知ですよね。つぼいのりおじゃなくて、つぼいのりおです。 坪井のりおさんですね。はい、失礼しました。坪井のりおさんは、その大昔、えーラジオ、ラジオ局でかけたらあかん楽曲ばっかりをお作りになってた。<laughs> どういうこと愛知県一宮市出身のですね、坪井典夫先生と私は呼んでますが。師匠 <laughs> 師匠じゃないけどね。<laughs> 大好きなキャラクターです。へぇ、坪井のりおさん、ちょっと気になる。はい ああじゃあよくご存知ということでした。みの冒険。はい。い <laughs> 楽曲があります。はい。なるほど。気になる。はい、えっと、タカボさんから、先ほどのリスナーさんを獲得するアイディア。はい。そのリスナーさんの質問なんですけども、リスナーさんを獲得するアイディア、施策はどのようなことをなされていますかという質問が来てますね。まあ、先ほどのお話にも通ずるところがあるかもしれません。教えてくださるんじゃなくて、私は答えるって、そういうことなんですね。 おそ、はい、らくどんな取り組みされてるかを聞いてみたいと思います。教え,教えていただけるのかと思ってメモの用意をして。<laughs> <laughs> あ違うんだ、はい。そうですね、まああのー、FMO ーツでちょっとジタバタしてるやり方としてはな <laughs> んとかして取ろうと思って頑張ってるのはそのやっぱり先ほど、えー、リスラジさんとかですね FMO ーツは、えっと F、FM プラプラというのを使ってやってるんですがそちらの方に えっとお客様が聞いてくださって、それでえフィードバックのメッセージをくださいっていうことを、まああの時間を置いて言うようにしてます。わざわざ、えー、あのメールアドレス以外にそういうアプリからもメッセージが流せますので送ってくださいねというはい、それをおしゃべりをしております。なるほど、それを本当にも皆さんがそれぞれお話をなさって、そうですね。各パーソナリティみんなそれは。 何分かに一回ぐらいは、必ずお話をされてますので。はいまああ、実際それでたくさん、あの来てますので。おお、すごい。ね、来ると、パーソナリティの方ってみんな、喜んで。ん紹介されるし、やっぱりね、モチベーション上がりますからね。めちゃくちゃ上がりますね。めちゃちゃ上,りま,上ります。皆さん、ヤスさんのモチベーション上げ、もっともっと上げてください。よろしくお願いします。上 <laughs> げてください。<laughs> メッセージどんどんよろしくお願いします。<laughs> 嬉しい。ありがとうございます。いや、やっぱりそういういろんな工夫をされてるんだなって、やっぱその、まあ、とにかくこう言い続けるとか、いろんな簡単にメッセージとかコメントが送れる仕組みを、ラジオ局として採用されるとか。そうですね。やっぱりそれが一番かなと思いますね。うん。あの、普通のメールだと、 メールアドレス売ってたりなんかするの大変なんで、確かにスパッとなんかすぐアプリから出せるっていうのは一番かなと思います。そうですね。なんか私も昔自分でこの番組を始めた時は収録してたんですよ。ああ収録したデータをギノワンさんに送ってたんですけど、うん、なんかその時にそのメールアドレスをみんな言ってるから、それを真似して言ってるんだけども、別にそのメールを送っていただいても、 私がダイレクトに見られるわけじゃないから、<ー>どうしようかななんて思ってたんですよね。でも、あれですもんね。1週間後ぐらいにでもやっぱりね、その反応があって、帰、うん、きたフィードバックがあると、やっぱりそこは嬉しいんじゃないですかね。めちゃくちゃ嬉しいですし、まあ、何回かやっぱ年に、何回かスタジオに行くんですよ。はい、で、スタジオに行ったときに、メールアドレスにコメントといいますか、その番組についての 感想とか気づきをいただけたときは、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね。うわーと思って。もちろんコメント、ツイキャスのコメントとか、ライブ、フェイスブックライブのコメントとかはもうめちゃくちゃ嬉しいんですけど、そのメールをわざわざアドレスを打って文章を送ってくださったんだっていう、そのなんか手間というか、一癖二癖のその手間がめちゃくちゃ嬉しい。<laughs> そういう意味で言うと、その、 今この時代だからこそ、あえてハガキでとかね、ここ、はい、でとかっていうのもね、嬉しいんですよ。あの、お送りくださってる方、あの、いらっしゃいますので。あ、やっぱ大津でもいらっしゃいます。いらっしゃいます。えー、それから、ラジオファンはみんなわかるんですけど、受信カード、受信報告をですね、どこどこで FMO を聞き,きました、みたいな、何時何分にこんな放送やってました、っていうのをね、受信報告書っていうのを 送ってくださるんですよえーすごいそれ,それ見てんのが私楽しいいすごいそれは紙媒体なんですか紙媒体、紙に印刷して、もうちゃんとフォ、えー、ーマットまで作ってあの<あ>お送りくださってる方とか、うちあの一冊閉じてますけども、いろんなところの方が、わざわざお休みに北海道から大津に向けて、これを聞くがためにいらっしゃったりってあって。あ めっちゃ嬉しいですめちゃくちゃ嬉しいですね。すともう一つはさっきの受信エリアがそれで分かるんですね、この辺だと聞こえるんだなっていうそういう、うん、すごくあの局としての参考にもなりますので、ベリーカード欲しい人はぜひ、FMO2 に受信報告書を送ってください、<の>ベリーカード分かりますか、安<お>さん分かんない。私初めて聞きましたベリーカード、えー 確かにその地震報告書をいただきましたという証拠の、えー、ありがとうございましたっていうのを FMO ーツからちょっと特製のハガキを作ってそれでお送りしてるんですえすごいな,なんてんて敵な通い合いですかねここ心というかこれねラジオの文化ですよでもああそうなんですねラジオ局は大昔からその民放の放送局もすべてのラジオ局はやっぱり 受信報告書が来たら、やっぱりそういうベリーカードを送るっていうね、すごい。<laughs> それはもう他の曲とかでも、まあまあ、どこまでやってるかはそれぞれ程度はあるかもしれないですけど、やっぱり文化として根強くあるものなんですね大抵放送局、ラジオ局の中にいらっしゃる人って、やっぱりラジオで育ってきた人が多いので、その文化は皆さんお分かりになってるはずなので。 それを送ったら、どれだけ、はあえー、リスナーのファンの方は喜んでくださるかっていうの分かってるんで。うーん。面白い。ベリー、ベリーカード。ベリーカード。ベリーグー。はい。あ、ベリーグー。<laughs> <laughs> <laughs> ドキドキする。<laughs> ありがとうございます。<laughs> めちゃくちゃ面白い。高保さんからの質問が、なんかすごくどんどんいろんなものに発展していきました。<っ>ありがとうございます。まあ、ギノワンもね、本当んにあのコミュニティ FM の中では、非常に仕組みの進んでいる曲だなと思いますし、まあ、先ほど、ミキさんのキャンさんがいらっしゃいましたけど、めっちゃ男前そう。男前のキャンさん。もう、ェムギノワンの大人気。<laughs> 大人気のキャンさんですけどもね、まあ、彼のやっぱ動きっていうのもすごいなって私もいつも思うんで、うん、本当にその一つのこの番組をいろんなま地域に住んでいる方とかまたそのアプリを通じて違うところっていうんですかね遠くに住んでいらっしゃる方に番組のこういう声が届けられるのって裏ではいろんな工夫をされてるんだなっていうのが、うん、本当に。 感じられる、実際やってみると、すごいそれがよく分かるなと思って、なんで、本当、古田さんとご縁が、まあ、ある異業種交流会ですね、つながったんですけど、はい、<laughs> はい、本当に、はい、あの、なんか、そうですね。はい。私は、あの、やすさんのポッドキャストをずっとファンで聞いたので。<laughs> あのポッドキャストは毎回違う場所で録音してるなとかね、やっぱり思ってました。専門家ならではの、はい、視点ですね。はい、いや、本当に。大野さんと、大野さんにもそれを聞いたし、どこどこでしょって,て、ずばり場所を当てたり。すごい。すごい耳がいいの、はい、あやっぱり耳で育っている分、その聴覚的なところは。 すごい優れていらっしゃるということで。は,い、はい。ありがとうございます。カープボイさんからのコメント。沖縄民法の大きいのが3つあって、コミュニティ FM が19あります。お<ー>確か最近1つなくなったから18だ。18あるんですね。全部で21曲たくさんありますね。はい。すごいですね。ちなみに滋賀県は5つあります。お結構コンパクト、ま。だからこそ広範囲。 カバーできるようになってるということですか。いやそういうわけじゃないんですけどね。真ん中にどンとビアコがあの、違 <laughs> い,い,います。いやいます。ビアコ大好きなんであの。ビアコいいですよ、ね。はい、なかなかあのちょっと大変なところもございました。はい、ああいうなんか湖を越えてこうなんか電波を届けられるなんか、うん、湖があるおかげで隣は何もないですから。はい、そうかそうか遮るものがないから。はい 飛んでいくわけですよ。電波の性格でいうと水のよくあるところはよく飛びやすいっていうね。へ<ー>性格あるので、沖縄いいですよね。ビュンビュン飛んでいきますよね。確かに、四方八方海ですからね。まていい感じ。うん、なるほど、すごい。 めちゃめちゃ今日、<laughs> 勉強になるな。<laughs> えとそんな <laughs> 名古屋のダンサーズさん、自称ラジオ変態です。<laughs> やったそう、ダンサーズさんはもう、むちゃくちゃすごい、あのもう私も変態だと認めるぐらいのもうラジオ、めちゃくちゃ大好きな方ですね。安さやか公認変態ラジオファンですね。はいはい、ありがとうございます。旧名古屋のパーソナリティの方ですので。おー ご自身も番組をやってらっしゃるし、いろんな曲の番組も聴いていらっしゃるということで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ダンサーさんにも FMO2 聴いていたてくださいですね、はい。よろしくお願いします。<laughs> お願いします。え、ヤンポーさん、コミュニティ FM が300曲超えって、みんなここに来てる人は半分ラジオオタクですよって来てますね。ですよね。はい。だからもうみんな多分、多分すごい、すごい気になるんでしょうね。いっぱいコメント来てます。 えー、みそ煮込みすきーさん、大津好きですって。え、これなんて読むなぎさあんって読むんですか合ってます <laughs> 地名が本当に怖い <laughs>、はい特定。地名じゃないです。特定のお店の名前をてます。お店の名前。<laughs> お店の名前。<laughs> よかった。知っている人がいて。の、さ、え、ば、ー、寿司好き。さ <laughs> ば寿司美味しいです。はい。えー、なぎさあんさん。はい。さば寿司 もうね、結構いつも試されてるんですよ、私。なんかそのな、何せ愛媛県と東京しか住んだことがないので、うん、<laughs> それ以外の地域の地名が本当にわかんなくて <laughs> に。沖縄でもまだまだ勉強中なんですよね。か皆さんに、あの、リスナーの皆さんに育ててもらってます。私の知識。いいですね。はい、ありがたいです。うん、<当>ありがたうありがたい。ありがたい。ドイツ料理のブルーツブルクで、 琵琶湖眺めながら、ビ、え、ワ、ー、マスとビールとかも最高。いいですね。渚公園のところね。はい、わかりました。<laughs> ぜひ、FM オーツまで何言って差し上げてください。はい、高野さん、比較的広範囲でしょうかってね、そういうことなんでしょうね。今の話からすると。えっ、ー、と、ダンサーズさんも出力10ワットなのですね。もうねあの、本当に微力な出力です。 あコ,コミュニティ放送っていうのは基本的には20ワットまで OK なんですけども、ほうほう滋賀県はなぜか電波のせめぎ合いがたくさんあ,あるところでございまして、へ<ー>名古屋の方面からとかあの、大阪の方面からとか、いろんなところから電波届きますので、お互いに邪魔にならないようにということえー、私たち滋賀県のコミュニティ放送は10ワットという制限があります。それで10なんですね。はい、他の局も10。 そうです、えー、すごい。だからふわーっと入ってくるっていう話ふわーっと入ってきます。<laughs> 面白い。<laughs> ありがとうございます。えー、カープボーイさんは、うん、沖縄、他府県に比べてラジオはかなり根付いているって話を聞いたことがあるけど、うん、これはやっぱりあれなんですかね、その車文化、移動が車だっていうのは、うん、やっぱりそのラジオの文化が発達する一つのフックになるのかなと思うんですけど。そうですね そうといろんな、あの例えば何でしょう農作業をしながらとか仕事をしながらとかんな,なんかしながら聞く文化ですよねラジオってラジオだけ聞いてるっていう人はまあまあ,あの濃いファンの人にはいますけども普通はなんかしながら勉強しながらとかねやりませんでした受験勉強しながらとかね<の>だからなんかしながらできるあのメディア文化なんで。 そういうところを皆さん、え、い便利だなと思われたら、ぜひ、もっともっと聞いていただきたいなと思ってます。いや、本当にそうですね。昔からある媒体ですけど、もう本当さっきも古田さんもおっしゃった通り、ラジオの位置づけといいますか、立ち位置がちょっとずつ変わってきていると。基本的には情報をお届けするっていうのが大きな役割ではあるものの、今は双方向のコミュニケーションツールにも、 なっているというところで、ね、そこが大事なところで、今あの番組始まってからもう42分となりましたけども、はい、F.M.O.T.S. がそもそもどうして F.M.O.T.S. を作ろうとしたかっていう大事な話していいですか？うん、ぜひぜひ。私は古田誠はですね、実はあの毎日新聞というあの新聞社の記者をしてました。うん、でえ、50歳になった時に。 それまでいろんな仕事を毎日新聞はやらせてくださったわけですけども、50歳になって選択定年っていうので、あの、できますよってことになった時に、はいって手を挙げて、やめますって言って、やめたんです。で、唯一新聞社の中でできなかった仕事がラジオの仕事だったので、じゃあラジオの仕事やりますっていうので、え、和歌山放送っていう、これ AM の放送局です。中波放送。そちらの方に行って、 えー、ちょっっととラジオの勉強をしたっていうことなんですねでその時に今日も能登、えー、の,の方で大変な地震がありましたけども、えー、同じく和歌山の方では南海トラフ沖地震というね地震津波が発生すると、えー、和歌山の人はね大体ね8万人から10万人の人たちが亡くなるっていう予測が立ってるんですね。 えー、和歌山は今100万人の県民の人口が、えー、切ってますので、えー、そうすると10分の1ぐらいの人たちは亡くなるということになってしまうので,でこれ大変なことなんですねでその研究を地震津波の時にどうやって皆さんに大事な情報を伝えるかという勉強というかそれを、えー、実践部隊としてあの研究をしてたんですねそれで、えー、あとですね、えー <laughs> 生放送だからいろんなことある。えっと、あの電話が鳴ったんです、置いといて、えー、れそれでその時に私、気がついたのは大津という私の故郷の大津の方は活断層が、えー、縦横無尽に入っておりましてもし何か地震があると大変なことになるということでじゃあ大津の方で、えー、地震が起きてもいつでも放送できるように先に。 えー、FM 局を作っちゃおうと思いまして、それで作り始めたっていうのが FMO2 のそもそもの始まりのところでした。FMO2、初めの物語。<laughs> 物語,物語な,なるほど。そういう本当に有事の際に、<laughs> そうです。いち早くその地域の皆さんに情報をお届けするっていう使命を 持っって生まれたたのがだったんですね万が一の時に臨時災害放送局って名前聞かれたことあると思うんですがそういう放送局にコミュニティ放送やってるとすぐに切り替えることができるんで、はい、あ地元の,その、えー、首長さん市長さんとか町長さんとかそういう方が「えー、とやってください」って一言言われると「はい」ってできますので。 なるほどすごくそういう意味では、はいまあ、融通が効くっていうとなんか言い方が変かもしれないですけどい。今日のような大きな地震があったときに東日本も阪神大震災もそうだったんですけども地震が起きた発歳後からそのラジオ局があの生まれるまでやっぱ1か月くらいかかるんですよね。<ー>そのタイムラグが とってももったいないと思ってて、その間中に救える命とか、えー、食料の配給とか、いろんなお知らせとか、えー、どっか迷子になって困ってますとかね、そういう、もうこれは NHK さんとか民放ではできない放送をコミュニティ放送だから、あるいは、えー、臨時災害放送局だからできるっていうところがありますので、これは役割分担っていうことでね、それを、えー、できるのが、えー、コミュニティ放送の、えー、まあ、 使命だというふうにやっぱり思いまして作ったっていうことなんですねだったんですねなんかすごいすごい大事な役割だなってその単に好きだから作ったとかではない本当に大事な使命を持っていらっしゃるんだなっていうのが伝わってきましたもうあの使命の話したからもう満足してもう <laughs> 今日は、今日はこのよ夜中にたくさん電話かかってくるな。<laughs> <laughs> どういうことなんだろう。来、は、てい日いらっしゃいますねちょっと顔に焦りが見えてますが。あら、あらあら。あともう少し、ぜひあの番組あと10分切ってしまったんですけども、お付き合いをいただければと思います。はい。そんな大事な役割を持っていらっしゃる FMO ーツの F M えー、古田さんなんですけども,、はいでもね、たくさん本当にコメント来ててお、やばいですね。今日めちゃめちゃコメント来てるな。カ <laughs> <laughs> ーブボーイさん、ちなみにツイキャスはやってますかってツイキャスはね、えっと、出演者の方によってやってらっしゃる時間帯があります。はい、だから曲として持っているわけではないけども、そうですね、番組の中ではやってらっしゃる方もいると。はい、おぜひぜひ探していただきたいですね。えー、ダンサーズさん、はい、FM プラプラで流しているんですね。 そうです。おみそにさん、え、電力世代です。あ、みそにさんから先に来てたコメント。ラジオネームを噛まずに読んでいただき恐縮でございます。みそ煮込みうどん、ぜひ食べにいらしてください。みそ煮込み大好き。本当に大好きなんだから。じゃあ。名古屋に二大勢力あるって知ってますんでね。おやっぱり情報通でいらっしゃるな。関西のうどんに比べて麺硬くてびっくりかもですけどと言いつ。え、あの硬いのが美味しいんですよ。ね、ご存知で。はい。 私も食べに行ったんです。味噌にさんとダンサーズさんと、はい、あともう一人ね、実はあの、滑りあ、滑り王子マスクマンさんという方がいて、<laughs> 3人でご一緒させていただいて、めちゃめちゃ美味しかったですね、味噌煮最高に美味しかったです。あの硬さがだんだんね、食べてるうちにねあの、こなえてくるっていうのもあるんで。そう。私、弾力性があったり、ちょっと硬い方が好きですね。ああ、そういうことなんですね。はい。ラーメンもそうですけどもね。はい えー、みそにさん、電力世代です。なかなかかかることはなかったけど。もう。あと、カープボーイさん、中学生の時にハガキ書いてたあの頃よりは、今よりボツになった時のダメージが大きかったよっ。ハガキ1枚いくらだったかな ?45 円とかだったっけな今メールだから少しはダメージ少ないと。リ <laughs> <laughs> スナーの気持ちをめちゃめちゃ代弁してるな。ハガキの値段でね、その方の年齢が分かるっていうね。 <laughs> 私ははが10円の頃から知ってます、はい。なんと、10円だった頃があるんですね。はい、45円はなんとなく覚えてますけどもね。ヤンポーさん、俺は木曜日の f m ワンの,の番組でパーソナリティと電話したよ。ちなみにパーソナリティーはごっくんちょおっちゃん。カープボーイさん、先週の土曜日に公開放送で、ラジオ沖縄のあった香原智美さんが沖縄に来ていたゲストで、あ香原さん、いらっしゃいましたよね。 国際通りの写真を私見ました、ニュースで。うん。うん。すごい。ヤンポーさん。俺は一度だけ、生島博士さんの番組にメールして採用されました。みんな結構やってますね。採用されるとなんか、プレゼントもらったり昔はよくありましたよね。あ、ありました。ステッカーもらえたりとかして。ステッカーがね。そう。実はあの、f m オーツのステッカーもいただけて、はい、めちゃめちゃ、めちゃ,めちゃ嬉しいのと、あと、その仕様が、 かなりこだわりがあるっていうことが分かって、ちょっとテンション上がりました。皆さん気になる方はぜひ聞いてみてください。<laughs> 分かる人には分かる。はい。分かる人には分かる、はいえ。カープボイさん。あ、もしかしてそれ、金太の大冒険の人。何にか。ですあ、合ってる。坪井のりお先生。はい、あ、坪井のりおさん。はい、坪井のりお先生。はい、ヤンポーさん、以前はプラプラ使ってましたよって。あ、みそにさん。 坪井のりを先生と呼ぶあたりに古田さんのラジオ好き度がわかります。楽曲も、わら。<laughs> やっぱつながってますね、皆さんね。上手っていうアルバムがあるんです。はい、上手、はい。上手なんですけどね、昔のあのサメの映画。ああ<ー>、はい、上手。<laughs> 気になる、え <laughs> ヤンポーさん、プラプラでメッセージを送りすぎてパーソナリティから突っ込まれました。おお<ー>。 あとは。<あ>じゃあたくさん送りましょう。はい、ねたくさん送った方がいいですよ、やっぱり。嬉しいですもんね。カープボーイさん、メールのアドレスはその番組名と一緒に登録してるから手間ではないんじゃないかな。まあ、そういうふうにやればいいかもしれない。えー、ダンサーさん、ベリカード。すごい。カープボーイさん、コミュニティ FM もベリカードでしたっけそれあるんですねって。ありますよ。知ってるの知ってますね。うん。岡本さん、くもじの曲も、ツイッターで類似の活動をされてますよ。 なるほどえー、ダンサーズさん、ダンサーズも RBCI ラジオ、ラジオ沖縄、FM 沖縄のベリカード持ってますよって。ああ、ファンだな。素晴らしい。すご,い,すごい。ベリカード集めてる人もいますよね、ってカープボーイすごい、すごい。めちゃめちゃ、はい、集めてる人もいます。ええ。みそにさんもベリカード、うん、出力 10W で名古屋、79.1MHz かなり厳しいと。いぶき山 <laughs> からならヤギアンテナでなんとか。 地震でいけそう、いけそう、いけそう。うん、山の方でね、あの、聞いたってています。お、そうなんだ。はい。すごい。他の曲が被ってくるかなってコメントくださってますけど、いけそうですと。いけそうです。ヤンポさん、キャンチーって呼んでますけど、キャンさんですね。えっ、ー、と、ハートフル南情がなくなったからな、推し曲だったのに、ああそれがね、なくなっちゃった沖縄のコミュニティ FM の一つなんですね。で、ダンサーズさん、f m のまま20ワットですよ。 めっちゃすごいな、みんな。えー、ヤンポーさん、4曲同時に聴いている変態ラジオオタクがいますけど。<laughs> 忙しいして4曲いて王国大使みたいな感じですね。あ<ー>4曲同時って、なんか1曲だけしで喋ってて、他三3曲が音楽流してるとかだったら、<laughs> みんな喋ってるとね、<laughs> どうやって聞くんだろう。 すごいですね。でもやっぱりラジオが好きな方って直角が優れてる方が多いんですかねはい。みんな若干変態かもかあなるほど。変態の多いラジオ界隈でした。はいえー、ダンサーさん、東日本大震災の時に臨時 FM 局ができましたね確かにありましたね。はい。はい、えー。阪神大震災の時はラジオ関西が自家発電で放送していたことが印象的です。ラジオ関西さんはね、局者がね、潰れたんですよ。ああ<ー>。 マンションの真ん中ぐらいにありましてね、それがもうぐしゃっと潰れたんで、もう本当に大変だったと思います。それどうやってそこから放送するっていう、自家発電といっても、どうやって放送されたのかなだって、熊本の地震の時でもそうやって、シティ FM さんかな熊本の、同じ79.1メガヘルツなんですけども、あの、そうやって、えー、パーソナリティの人が、あの、 局に駆けつけつてて放送したってのありますよ、えー、すごーい。もう本当に使命を追っていらっしゃいますよね。なるほどなー。いや、本当にね、今日の自信教訓に、なんかやっぱりラジオってすごく大事な媒体なんだなっていうのが分かってきました。ヤンポーさん、全局にメールしてるから何かいずれかは採用されるけどってすごいな。えー、ミソニさん、八重山 2、巨大台風が来たとき、FM 石垣さんさんラジオがずっと放送していて励ましていました。うん、深夜、暴風の恐怖、心細い中、コミュニティラジオで勇気づけられますねというふうにコメント、それですもうねそれこそラジオの正しい使い方だと思います。 なるほどな。なんか私もこの番組をスタートさせたときに、新と哲也さんっていうね、ほんとギノワンとか FM 講座では超有名なパーソナリティの一人なんですけど、彼から双方向のコミュニケーションツールって聞いて、うわあ、すごくいいなと思って番組始めたんですけど、どやっぱりなんでしょう、その防災という側面とか、その有事の時の情報共有の手段としての可能性っていうのを本当に改めて今日実感できました。 本当にふたまさん今日はありがとうございます。はい。なんかあっという間にあの番組が終わってしまいそうなんですけど。はい、めちゃめちゃ喋り足りない感じでございますけども。ミシヒトさん。すいません。はい。<laughs> この後ぜひあの少しフェイスブックライブにお付き合いいただけたらと思います。はい、ということで本日のゲストは FM オ、えーツの局長でいらっしゃいますふたまことさんでした。ありがとうございました。 めちゃめちゃ勉強になりました。そしてパーソナリティ私、コンビニ社労氏の安さやかでした。あっという間の56分放送でした。今日も皆さん、本当にありがとうございます。えー、余震も続きますので、皆さん、どうぞ気をつけてお過ごしください。また来週、この時間にお会いしましょう。バイバイ <laughs>